はり鍵はもうディフェンスというところは両チームとも分かってますね。大塚だ、高いアーチを描いて決めていきました。大塚優斗、川崎に入って初めてのスリーポイント成功。2人のマッチアップも面白いですね。そうですよね、富山で一度の時期ありましたからね、やってましたよね、はい、あしかし今度は大塚が行く、上田守りきれず、いや大塚が遠くかったですよ今。これ来た、最大の点差になってますね、これ10点、まあ、新潟は全部自分たちのミスから。大塚へ、大塚アウトサイドから決めた、これ2点。さあここも後ろを通すパスで、パスがつながった、大塚3決まった。リバウンドが強烈になりますからね。篠山、大塚スリーポイント。わあ、来ましたね。2連発でいった。2連発。なんとなく佐藤コーチがもう新しく来た選手じゃないよって言ってるのがこういうことでしょうね。やっぱりもう自分から取りに行ってますからね。はい、お客さんではなくなってる。大塚。大塚スリーポイントでいく。決めたー。これ田代がついていて。これがね、ここかわして、いや今もうディフェンスがその、はい、いわゆるアンダーを通ってるんですよね、はい、あれって僕、こういうもう完全なシューターじゃないですか。中野のスティール、後ろからいった、よく川崎もここは守りきったというところ。はい、よく戻りましたね熊谷選手。いやそしてここから決めてくる大塚、大きい振り返って、そこから大塚3来ましたね。よく決めましたね。落ちます、大塚来た、やはり来ますね大塚。まずは一つ目長谷川、そして大塚、大塚これも3を狙っていって決めてきました。エンドワンですか、エンドワンですよね、そして11番滋賀は佐藤のファールです。佐藤は今日3球連敗というところですから、もうそろそろという感じは確かにあるはずです。大塚です、大塚の3、余裕を持って、はい、2人ともノールックで外から打って、ね、これが決まらない、さらにリバウンド、そして温度は大塚、決めました、ここで大塚、大塚へ、これファール、田中ですね、カウント、スリーポイント。